はい、平安鎌倉武将紀行、飯田家慶公、名前すごい名前ですけどね、飯田家はですね、よく武田、甲斐の武田の飯田氏とよく間違えられるんですが、ここは相模の国、現在横浜市の泉区になりますけども、ここは飯田神社と、飯田家慶公ゆかりのお寺なんです、あの神社なんですけど、この周辺にはですね、飯田氏の居城であった藤塚とか館跡とか、まあ、いくつかですね、泉区周辺に領地を持っていた関係で、ゆかりの地が残ってますので、訪ねてみるといいと思いますね。家慶公はですね、もう名前から言っちゃうと、その渋谷の茂国公のお子さんなんですよ。で、兄弟も多かったんですけど、まあ、一番有名なのは佐々木四兄弟の父の佐々木秀吉に嫁いだ、方がですね、この家慶公の兄弟ということで、後の方もね、どうしても渋谷新国の、兄弟、子供っていうのがね、なかなか世に出る機会がないんで、まあ、来年の大河ドラマあたりではね、当然佐々木兄弟は出ますから、ぜひ出してほしいなという一人にはなりますけどもね。で、じゃあ家慶公何をしたのかっていうと、まあ、父の、まあ、新国公がちょっと有名な方なんでね、まあ、佐々木四兄弟との縁もあって、当然源氏方、この方は桓武平氏、いわゆる坂東に根付いた坂東平氏の一族で、まあ、他に活躍している大場景親とか、平家方の本来は武将なんですが、まあ、平家政権があのような形になってですね、まあ、頼朝が、まあ、立ち上がった時からですね、源氏に味方した平氏の一門なんですね。平氏っていうか本家の方ではないんですけど、坂東平氏って言った方がいいかな、の一門です。で、まあ、主な、まあ、その戦いの方の武勲っていうか先行の方が多い、先行が多いんで、まあ、石橋山ではですね、まあ、かなり苦戦していた頼朝にも、まあ、味方をしていてですね、まあ、この周辺、まあ、今境川の方を降りてきたんですけど、この辺でもですね、同じ坂東平氏でも、まあ、又の陰久とか平家方についた武将ですよね、そういった方たちと、まあ、戦をしたと。同じ兵士なんですが、源氏と兵士方に分かれてますので、まあ、有名なのは大場景親とか兵士方ですよね、石橋山で頼朝を、まあ、死の寸前まで追い詰めたと、梶原景時に救われたというあたりなんですが、まあ、来年のね、大河ドラマでもこの飯田家慶公、それから、父の渋谷の茂国公、佐々木四兄弟、この辺はぜひ出てほしいですね。やっぱ平安鎌倉っていうとね、どうしても有名な武将ばかりがね、出てしまうんで、まあ、ちょっとその辺は分かりませんけども、やっぱりまあ、ちょっとドラマの方の話してもあんまりしょうがないですけど、まあ、合議制の13名ということで、権力のね、要するに、県政の中心の方、幕府の中心の方の話が多いんで、地方の戦いっていうのはあまり出てこないとはもちろん思うんですけども、まあ、石橋山の戦い以来という武将ですからね、ぜひ武勲も多いということで、出る機会があればいいなと思いますよね。また飯田家慶という名前もあまり歴史のね、詳しい方でしたらすぐ分かると思うんですけど、またの陰久とか、その大場方もそうですけども、武将もそうですけど、またの陰久は大場氏の、ね、一族ですけども、梶原景時とかね、ちょっと関わっていた人たちがね、まあ、全ての人たちがこううまく出るっていうふうにいかないでしょうけど、もちろん真田余市にしてもそうですしね、もう出てほしい人いっぱいいるんで、もうほとんどこのなんですかね、平氏も武家政権ですけど、やっぱり平安から鎌倉、要するに武士の世の中、まあ、平安時代その鎌、まあ、平氏もね、武将武家なんですけど、まあ、ちょっと公家化してるんで、公家の長い何百年も続いた世の中から、いよいよこれからですね、まあ、江戸幕末まで、まあ、ほぼ武家がですね、剣武の神聖はちょっと別としても、武将がですね、武士が世の中を支配していくと、政治の中枢にいるということの始まりなんで、平安末期から鎌倉っていうのは非常に重要な歴史のこう転換点だと思うんですよね。ですからちょっとその辺もね、描き方はちょっとドラマなんかはよく分かりませんけども、こう出してほしいなっていう武将はたくさんいるんで、その中の、お一人になりますね。飯田家慶公は藤川の戦いとか、他北条氏にも従ってたんで、特に義時公の配下でだいぶ活躍したそうですけども、まあ、ちょっとこちらのね、藤塚ってところに城址公園が今ありますけど、後で聞きますけど、館跡とか、この、横浜市の、まあ、泉区周辺にですね、ちょっと所領があった関係で、こちらを中心にちょっと活躍した武将と
いうことになりますよね。ちょっと戦かなり上手だったらしいんでね、まあ、有名な真田与一とか、まあ、周辺にはもういろんな武将の名前でしたら、ね、聞きがないんですけども、かなり武勲のあった方なんで、ちょっと期待したいと思いますね。飯田家主公どんな方なんでしょうね、はい、興味あるところです、はい、飯田神社からでした。